ムラッチカップは、イギリスのチャンネル諸島に所属する3つの島の代表によるサッカー大会である。2012年大会決勝、ジャージー島 VS ガーンジー島の様子1905年4月27日に第1回大会が行われ、100年以上の歴史を持つ大会である。1915年から1919 19年、 1940年から1946年を除き毎年開催されている。保険会社がスポンサーになっており、男子のナショナルチームのみならず、U-21 や U-18、さらに女子のナショナルチームの試合も開催される。イギリスの地域レベルの試合であるため、国際サッカー連盟や欧州サッカー連盟の管轄外の大会である。 準決勝と決勝の2試合からなる。準決勝は、第二次世界大戦前は、3つの島持ち周りで試合が行われてきたが、オルダニー島の実力が、他の2つの島より、明らかに劣ると見られたため、第二次世界大戦後は準決勝にオルダニー島と、他の2つの島の対戦が組まれている。オルダニー島が1947年以後の、 対戦形式で2015年現在連敗のため、決勝では、ジャージー島とガーンジー島との一騎打ちとなっている。2005年大会までは、引き分けの場合、再試合を行って優勝を決めていたが、2006年大会より PK 戦を導入して優勝を決めるようになっている。2009年3月の報道によれば、ジャージー島でタバコの広告を規制する。 法案が可決されたことにより、大会の名称を変更する動きがあると伝えられた。ムラッチのブランドのタバコは、ジャージー島内で販売されていないにもかかわらず、このような動きが見られたのは、タバコの製造業者の名前を優勝トロフィーにつけている。この大会の価値が、この法案の成立によって下落するのではないかと、恐れられたからである。ナショナルチームの試合結果の見記す。 2015年終了現在、ありがとうございます。